ビーズを通してから通し始めの糸と合わせて結ぶのって難しいですよね。ビーズがずれてしまったり絡まったり、そんな経験一度はあるのではないでしょうか。この動画ではビーズを通してから誰もが失敗なく糸を結んで輪にする方法をご紹介します。はじめに必要な糸端を残して編み始め側を一結びしながら輪を作ります。この輪は通し終わりのビーズより小さく、でも結びきってしまわないように目打ちや針を入れて調整します。必要な糸端が短くなっていないか再度ここで確認しましょう。輪の中に針を通します。両方の糸をしっかりと引き締めます。これで通し始めと通し終わりをサークル状に結ぶことができました。この方法は片結びのようにしっかり結んでいないので緩みやすくほどくことができます。結び目も移動しやすいです。結び目が緩みやすいというのはデメリットのようで、実はメリットにもなります。ペヨーテサーキュラーの3段目を編むときにはビーズを半分ずつずらして並べるため、きつく片結びしてしまうとこのビーズをずらすのが難しくなります。この結び方なら糸を緩めながら3段目をきれいにペヨーテステッチの凹凸を出しながら編むことができます。もう失敗しない結び方、ぜひやってみてくださいね。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもビーズ教室に通っている感覚で楽しくご覧くださいね。ご質問をもとに動画も作成していきますので、ぜひコメント欄に寄せてください。チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いします。